するんだ。エルビス。すごい。感動するね。何？まだ動く？エルビス。ダンス。見た目簡易に。わ、俺、な、自分、また、あ、め、こ、め、す、こ、そ、クリスタルに手を近づけて、何かできるかもしれない。そのブレードをどうやって作った？わからない。この外殻の機能の一つなんだ。でもクリスタルのエネルギーを使って生成。青のクリスタルも吸収してみよう。このクリスタルから吸収したエネルギーで HP を回復しよう。ここはクリスタルだらけだ。エネルギーをすべて吸収しよう。このエリアのエネルギーはすべて吸収。ちょっと時間。嘘だろ。クリス、なんだよ。エイジ、別の。ドラフォールだ。こいつら。それは。森の中に地勢レーダーを検知した。行ってみよう。興味深いクリスタルだ。それを吸収すればいいものを作れると思う。フロンティアが使っていた。まだ。
今やれることはヘルビットでちょっと森あれに異常あり。あれはなんだ、クリスミジ N あならしか。右の道にエネルギー反応がある。あっちに行ってみよう。すんなりエネルギーをくれるとは思えないな。こいつはさっきのドラポールよ。ソウルが落としたクリスタルコアを吸収すれば新しいブレードを作成できる。塞がれていた道に戻ろう。クリスタルの壁を壊せ。よくやった。この調子で行こう。ドラポールの次はエリアの飛ぶのか。急いで宇宙船を探さないと。
エイジ、ドラポールに有効なブレードを使え。キリがない。メディアは何体の NSP を動員したんだ。数えきれないくらい検知してる。もっとやってくる前に移動した方がいい。しかし この調子じゃ過労死するぞ。奴らはなんでレリックのことで必死になってるんだ。まだこの外角の扱いに慣れてない。さっき見たようにあれには時間を操る力がある。ちゃんと使えば世界全体の時間を戻すことができるかもしれない。信じられない。メディアはそのことを知っててこの機会を狙っていたのか。とにかくこのスケールのデカさは何かが起きている証拠だ。おいそれとメディアにそれを渡すわけにはいかない。それでも任務を続けなければ。そうしないと。メディアに殺されようが老衰で死のうがお前に未来はない。
この建物の中に強力なエネルギー反応がある。フロンティアの建造物、この道で合っている。連絡が途絶えた NSB を追跡してこっちの軌道を割り出したんだろう。扉の向こう側にエネルギー反応があって、対して
が多すぎる。ヘルビス、こいつらをまとめて倒す方法はないのか。ハッキングとかさ。褒めてくれるのはありがたいが、この状況じゃ無理だ。その代わりに大量の圧縮エネルギーを爆発させればエネルギーを停止させる電磁パルスを発生させることができる。いいアイデアだな。エネルギーはどれくらい必要なんだ？ エネルギーって宇宙船で使われてるようなもの？その話はやめよう。またおっかない敵がいるぞ。セキュリティシステムが作動したのはあいつのせいか？ エネルギーを吸収して扉に戻ろう。
キュリティシステム解除。あのロックされた扉に戻ろう。ここは何なんだ？ここが実質どう